獅子舞の話何分です、何分からしますか。もういいよ、じゃあ獅子舞の話するよ。お前もしてかったんだろ。してないよ。どういうこと。だからね、もうあのしつこく言われてる獅子舞っていうのはさ、あのね、私がこれはね小学6年生の時に起きた話なんですけど、今でも結構鮮明に思い出せるぐらいちょっとああって話なんですけど、その時ね小学6年生の時に一番仲良かった友達が結構ムードメーカー的な陽キャだったんですよ。陽キャ、太陽みたいな陽キャ、サンサンサンってね、はあの陽キャだったんですよ。本当に結構キラキラしてるような、なんかでその子を中心に、なんかなんだろうな、でその子の周りに常に女の子たちがいるみたいな、で私は陰キャとして関わってたんですよ。その子の周りに常にくっついてるわけじゃなくて、なんか陰キャで常にくっついてるわけじゃないけど結構なんか混ざりつつ仲良くしてて、でもその子自身すごいその時ウゴメモとかボカロとかニコニコ動画とか実況とかめちゃくちゃ見てて、でめちゃめちゃ話あったんですよ。大手の丸々さん行かないであげたよねとか、最近の実況者の丸々さんの動画見たとか、ニコニコ本社行きたいよねみたいな話とかしてたんですよ。でそんな仲をね続け、そんな関係をね続けていたんですけど、夏地元でねあの夏祭りがあったんですよ。でその子とその一番仲良くしていた子に一緒に夏祭り行こうよみたいな話になったのかな。でその子と一緒に行くってなったんですけど、なんか事前にしてたのかな、なんかその場にしてたのかな、ちょっとどっちかは忘れちゃったんですけど、やっぱりその子にいつも一緒にいるあまり私は面識がない、あんまり私的にはちょっと仲良くはない、関わりがない女子たちが3、4人ぐらいいたんですよ。で私含めて5、6人なのかな、そのぐらいの人数でお祭りに行ったんですけど、私もう全部マジでネクラの陰キャのネクラのネクラの陰キャなんで行けないんですよ。本当に自ら話には行けないので、なんか女子その子仲良くしてた親友みたいな、親友だな、その時は親友だな、親友先頭に、でその子の周りの陽キャ女子たちをが囲んで、私がその後ろに金魚の糞のごとくくっついてくみたいな感じだったんですよ。でその時なんかお母さんになんか服とかについたら汚れ取れるようにウェットティッシュ持って行きなさいみたいなのでウェットティッシュ持って行って、なんかあすごい拭くもの欲しいみたいな時に私はウェットティッシュを取り出して、ウェットティッシュを渡して、でウェットティッシュのゴミをもらうみたいな役割だったんですよ。本当に捏造じゃないですよ。いいですか、ビジネス陰キャとか言ってる人はね、私もマジでこんなこと話すぐらいだったらね、ビジネス陽キャになりたいぐらい今すぐに。本当にもうなんかね、ウェットティッシュのゴミを渡して、ウェットティッシュのゴミを回収するウェットティッシュ女だったんですよ、その時は。なんか金魚の糞のウェットティッシュの人だったんですよ。で、私ウェットティッシュのためにここに来たのかな、アンザーメとか美味しそうだなみたいな風に歩いてて、でもほぼほぼね空気だったんですよ私は。で空気でね、なんかとぼとぼ歩いてる、ね、なんか夏なのになぜかもうなんか獅子舞がいたんですよ。獅子舞やってますよみたいな、アンザーメ、たこ焼き、綿菓子、獅子舞みたいな、お前なんでおるねんみたいな感じで獅子舞がいたんですよ。でその親友の子は言わなかったんですけど、その子の周りにいたクラスメイトが獅子舞いるじゃん、誰か構いに行こうって話になって、まずい、うわこれ私が主張したら、少しでも顔を出したら私は絶対に的にされると思って、めちゃめちゃ陰に隠れてたんですけど、陰に隠れてたんですけど、みんなでじゃんけんしようってなった時に、あ、アドちゃんも、ほらアドちゃんも入って、
吐いて吐いてあとじゃあもうみたいになって、でなんでこういう時にウェットティッシュの女としての役割を果たしていたのに私を呼ぶのですかみたいな感じで呼ばれてしまって、でも私は拒否することもできないんですよ、なぜなら陰キャだから、陰キャだからもう行くしかなかったんですよ、もうそれしか選択肢がなかった。で それで私はもう陰キャだからもうとぼとぼと行ってじゃんけんに参加するしかなかった。それでじゃんけんをしました。最初はグーじゃんけんぽい、チョキ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 、私だけパー、なんで私だけパーなんだってなって、もうこういう気持ちでした。心の中ではなんでパーで私は負けたんだってなって、そこは一人勝ちだろうってなって、もう暴れ散らかしたかった、私は暴れ散らかしたかった、もう持ってるって言いたいぐらいで、もう絶対私はウェットティッシュを、あの頃はもうなんか、あウェットティッシュあるよ、あうん、あうん、分かった。あ、負けちゃった。こういう感じでして、つってこれこういう感じだった。もういいよ、もう持っててもいいよ。でも私はこれ絶対に捏造じゃない。こんな話上手くないですから私は。あの嘘下手くそですし、人狼とか一番最初に負けるし、で人狼になっても負けるし、そういうタイプですよ、なぜなら頭が悪いから。でもこれは絶対に本当の話なんです、もうお願いです信じてください、もう呪いみたいな話なんです私の中では。でもう一発の最初はグーじゃんけんポンで一発で負けたんですよ。でも私はもう泣く泣く獅子舞に噛まれに行かなきゃいけないんですよ、とぼとぼとぼって歩いて、で獅子舞が獅子舞の周りの獅子舞の獅子舞サポートの人たちがもうにこやかに獅子舞を獅子舞のもう口を私の頭にガジガジガジってやったんですよ。もう私はもうその時のその時の気持ちって言ったらもうなんかもうマジで、あ泣きそうってこういうことなんだって思いましたね。なんか初めてのなんか改めて私って陰キャなんだなって思いましたし、あ私もうやばい死ぬってなって気持ちが悪いってなって、もう何ですかね、もう目の前がぐちゃぐちゃになりそうで、本当に私はもうね結構きつかったんですけど、ちょっと本当にもうね辛くて、で獅子舞に噛まれ終わって、でみんなで奥に神社があるのでみんなそっちの方にね奥の方に行ったんですけど、なんか私はもうそれがなんかショックすぎて一人で帰っちゃいました一人で帰っちゃいました。私はもういいキャだからもう帰っちゃいました。ついていくこともなんか辛くなっちゃって、なんか私があ噛まれちゃったってなんか今ならできるんですけど、まあ、今そういう友達はいないんですけど、全然なんか噛まれに今なら噛まれに行ってもいいんですけど、その時はなんか巻き返せるとかなんかそういういい対応とかそんなできたもんじゃないんで小6なんで、で私はもうとぼとぼ帰りましたよ。みんながすごい楽しいね、すごいこれ美味しそうみたいな、うわーって盛り上がってる中、みんな私の方に進んでいくのに私はもうなんか川の流れに逆らって一人でとぼとぼ帰ってって、でなんか途中でなんか普通に話をするぐらいのクラスメートの子に出会ったのかな。それで、あおとちゃん何してんのみたいな風に言われたんですけど、なんかあすごいお祭りに来てるんだ楽しいでみたいな感じで、なんかそんな元気じゃなかった気がする。あでもその子にちょっと遭遇できたおかげでちょっと元気になったのかな。一緒には行かなかったんですけど、なんか遭遇したら気まずいから抜け出して遭遇したら気まずいから、でそれで逆流して帰って、で一人で帰ってきて、お母さんママになんかあれ一人で帰ってきたのみたいな感じで言われて、すごい惨めな思いをして落ち込んでる中、親友が一人私の家まで来てくれて謝ってくれたっていう、なんか親友にめちゃめちゃ申し訳ないことをしたなっていう記憶があります。これが獅子舞です。いかがでしたか。あちなみに女の子ですよ、獅子舞はじゃない、間違えた、獅子舞じゃない、親友は女の子ですよ、ごめんなさい間違えた、もうダメだもうダメだもう、もうやめてくれ、もう私もこのエピソードを一生引き続けるから、もう私は私に呪いをかけますから、どうせこれ毎年夏に喋るんでしょ、もうやだよもう獅子舞の、あー獅子舞、あー獅子舞
だよ獅子舞って、なんだっけ、なんで夏にいるんだよ、どういうことなんだよ、教えてくれ、意味がわからない。あと、まあ、あと10分したら終わろうかなって感じです。逆に持ってるよねこのエピソードは。コメントにも書いてあったけど、でもね、なんか本当に陰キャ、マジで陰キャだし、なんかね全然うまく喋れないもんね。なんかやっぱマジでなんか本当に今までもずっと惨めな思いしてきましたけど、あの自分に対してね、あの時は一番惨めな思いしたな。なんかマジで私はこういう人生を歩んでいくんだろうなって本当に思いましたね。変わろうともなんかもう思えなかった、受け入れるしかなかった。だって絶対私こういう運命になるって思ったから。まだ別にいいかなって。ふわふわり、ふわふわる、あなたがまだダメだ。